皆さんこんにちは、霊夢です。皆さんこんにちは、マリサだぜ。今回はいつものもみじではないのね。ああ、何か思うところがあってうちらに依頼が来たみたいだな。何があったの？どうもエンドレス8の炎上を扱った動画を見てたら補足動画が作りたくなったみたいだぜ。でも私は全然詳しくないわよ。ああ、主な解説は私がやるから大丈夫だ。でもこんな動画を上げたら、他の動画を批判してるように見られるかもしれないわね。そこは勘違いしないでほしいところだな。あくまで別の角度からの考察という形で、前任者を否定するつもりなんてこれっぽっちもないことだけはしっかりと伝えておくぜ。じゃあそろそろ始めてもらえる？了解だ。まず、原作の説明から始めるぜ。鈴宮春日の憂鬱は谷川流原作のライトノベルで、イラストは伊藤の意地が担当している。伊藤の意地は知ってるわ。尺眼のシャナの挿絵もやってるし、有名なイラストレーターだな。アダルトゲームでよく見たわ。間違ってはいないが、そこをついてくるお前は相当レアだと思うぜ。そんなに褒められると照れるわね。気を取り直して、この小説は2005年の、このライトノベルがすごい、で1位になり、翌2006年にはアニメがスタートするんだ。このアニメ1期は、時系列をシャッフルして放映したり、エンディングのダンスなどが話題となり大ヒットしたんだぜ。今じゃエンディングで踊るのも珍しくないわね。間違いなくこのアニメの影響だろうな。そして3年後の2009年、2期がスタートして本題の炎上につながるんだ。それで、どんなお話なの？簡単にあらすじを紹介すると、高校に入学した春日は、毎日の退屈にうんざりしていた。そこでクラスメイトのキョン、文学少女の長戸ゆき、可憐な先輩朝比奈みくる、謎の転校生小泉和樹を巻き込んで、SOS 団を結成する。この日日常を求めてやまない少女、実は自覚なしに世界を改変する力を持っており、団員がそれに振り回されるというストーリーである。まあ、ざっくり説明したわね。あと、主人公は一般人のキョンで、長戸ゆきは宇宙人、朝比奈みくるは未来人、小泉和樹は超能力者だ。そして、SOS 団の目的は、宇宙人、未来人、超能力者を探し出して一緒に遊ぶこと、なのだ。集めてるじゃない。しかし、団員は春日を無駄に刺激しないよう、その事実は隠しながらも、春日を退屈させないよう彼女に振り回される毎日を送るのだ。これが一期の導入部分ね。その通りだ。ではいよいよ本題に入るぜ。2009年に2期がスタートしたわけだが、当時はただの再放送だと思われていたんだ。どういうこと？まずは1期の説明をしておくと、先ほども少し説明したが、1期は時系列を入れ替えて放映している。ああ、話題になったってやつね。もちろん話題作りもあるが、長編のクライマックスを最終話に持っていくために必要なことだとも言えたんだ。だからシャッフルというより、青文字の長編に、赤文字の短編を差し込んだと言った方がわかりやすいと思うぜ。まあ1話のチョイスは衝撃だがな。ミラクル、クルンルンってやつね。さて、ではこれを踏まえて2期を見てみよう。7話の時点では完全に1期の順番を変えて時系列を揃えただけだったんだ。この時点で視聴者のほとんどはただの再放送だと諦めていたと思うぜ。しかし8話で衝撃が走るんだ。ミステリックサインと思い込んでいたらなんと新作、笹の原クソディが放映されたんだ。嬉しかったでしょうね。ああ、これはファン待望の2期がスタートしたのと同時にもう一つの可能性を示唆していたんだ。原作4巻、鈴宮春日の消失の映像化だ。笹の原クソディと何の関係があるの？普通に順番通り行けばアニメになるんじゃなくて。実は原作2巻に、鈴宮春日のため息、という長編があったしこの時点で新作が何話になるのかなんて誰にもわからなかったからな。そして、この、ため息、はあまり人気のエピソードではなく、逆に、消失、はものすごい人気のエピソードだったんだ。だから新作が始まると同時に、どこまでアニメになるのかが原作既読ファンの注目の的だったわけだ。ここで、笹の原クソディの解説をするぜ。これは原作3巻に収録されている短編で、
ジョンが朝比奈さんに誘われて3年前にタイムスリップをし、中学生の鈴宮春日と会い、3年前の長門の助けを借りて現代に戻ってくる、というストーリーで、この1話の中では起承転結があって完結しているものの、なぜ3年前に戻って鈴宮春日に会ったのか、という謎がそのままにされており、それが、消失、の布石となっているんだ。重要な短編なのね。ああ、3巻のこれ以外の話はすでに1期で放映済みだ。つまりこの話をやったということは、消失、アニメ化の期待が俄然高まったと言えるんだ。原作既読組の、消失、への期待がものすごかったことは理解できたわ。ああ、そこが最も伝えたいポイントだ。そしてこの時点で予想された2期のスケジュールがこんな感じだ。エンドレス8があるわね。ああ、エンドレス8は、消失、の伏線にあたる話だしな。伏線と布石ってどう違うの？後に繋がる話を、読者や視聴者に気づかれないように配置したのが伏線で、オープンにしてるのが布石と覚えておけばいいぜ。この場合、笹の原クソビは、布石、で、エンドレス8が、伏線、だな。さて、予想に戻るぜ。1期と同様に新作を14話とした場合、やはり1期同様長編には6話使うとしてため息に6話、消失に6話が割り当て可能だったんだ。そして運命の第12話が始まるんだぜ。ここでエンドレス8の内容を説明しておくと、高校最初の夏休みを目いっぱい楽しむべく、春日は SOS 団の皆を巻き込み、プールに虫捕り、お祭りと遊び倒すのだ。しかしここで問題が発覚する。楽しんでるように見えた春日だが、何かが足りないと感じており、夏休み終了と同時に時間を巻き戻し、最後の2週間を何度もループしていたのだ。実にその回数は1万回以上。すごいわね。皆はループを忘れているが、長門だけはその全てを記憶しており、ループに気づいた皆が集まり相談するものの、結局いい案は出ず、というのを毎回繰り返しているのだ。オチは、キョンの宿題を最終日に皆で手伝うという、夏休みの定番のイベントを発生させることでループを脱出できるというものだった。確かにど定番だわ。ちなみに原作は全てを説明した上で、最後の脱出回だけだったぜ。そりゃそうよね。で、アニメはなんと、8回やったんだ。ループを、ラストは脱出回だから、正確にはループ回を7回やったんだぜ。同じ話を何度も見せられたのね。ただ台本こそほとんど同じだったものの、映像は毎回新たに書き起こしたものだったし、アフレコも全部撮り直してたりと、視聴者を飽きさせない工夫はしていたようだぜ。だからどうしたという感じもするわね。ただ1回目が終わった時点では、おおむね好意的に受け止められていたんだ。そうだったのね。ああ、その時点では、消失、をやるのに影響はほとんどなかったし、原作では描かれなかった失敗回を作った今日はによくやった、という感じだったな。若干修正はあるものの、その時点での2期予想はこんな感じだな。エンドレス8は2回で終わる派と3回で終わる派で分かれていたが、十分消失ができるスケジュールなのがわかるだろ。でも終わらなかったのよね。ああ、3回目が終わった時点で2チャンネルのスレはほぼ絶望に包まれていたぜ。誰かが予想してた。エンドレス8、8回やるんじゃね。が現実になり、消失のアニメ放映がなくなった瞬間だったな。原作既読組の落ち込み方が目に浮かぶようだわ。そうなんだ。こう言ってはなんだが、原作を読んでいない人たちにとっては、同じ話を続けられただけなんだが、原作を知ってる人たちにとっては、エンドレス8の延長が、消失、の死刑宣告のようなものだったんだ。つまり、エンドレス8が炎上したかどうかに賛否が分かれるのは、原作を読んでいたかそうでないかに分かれるんだと思うんだぜ。そしてエンドレス8が8回続いた本当のスケジュールが皆さんご存知の通り、こうなるわけだ。そして今日はには炎上した2期にさらなる燃料を投下するんだ。今度は何を？ただでさえ前評判の良くなかった、ため息、なんだが、どうも各話の終わり方が唐突で、構成が変だったんだ。そして誰かが原作を55ページずつやってることに気づいたんだ。
こうした演出もうまくいってる時は話題作りとしてありなのかもしれないが、状況が状況だけに、批判の的になるだけだったんだ。デフレが止まらないわね。そしてエンドレス8以降、何一つ良いところがないまま2期は終了したんだぜ。これで終わりね。いやまだ少しだけ続くんだ。まだ何かあるの？2期の放映が終了した2ヶ月後、新アニメーションの制作が発表されたんだ。それが消失？その通り。翌年2月公開の劇場版として、消失、が作られたんだ。よかったじゃない？しかしこれもまた物議を醸し出したんだ。コアなファンは、予算たっぷりの劇場版でハイクオリティな映像を堪能できることを喜んだし、もう少しライトな層は、地上波で見れたかもしれないものが有料になったことを嘆いたんだ。有料無料以前に、アニメ映画を劇場に見に行くって結構ハードル高いわよね。その通りだと思うぜ。距離や体裁や色々とな。そしてこの映画化の話で、エンドレス8が京アニの暴走ではなく、もっと上の人たちが横槍を入れた可能性が浮上するんだ。もともと、地上波で、消失、をやる予定だったってこと？ああ、これは完全に推測だがな。逆説的に考えても、同じ話を8回やることを面白いと思ってやる人なんていないと思わないか。そりゃそうよね。だからあれは、途中で、消失、を取り上げられた京アニの苦肉の策だったんじゃないかと思うんだぜ。真相はわからないけどね。そういえばエンドレス8が、消失、の伏線って話の解説がなかったわね。ああ、消失、の内容にまでは言及していなかったからな。ネタバレだが、1万回以上のループを経験した長戸はそのつまらなさにバグを起こすんだ。そのバグが元になって、世界を改変してしまう。それが、消失、のお話。まあ知らなくても、消失、を楽しむのには全く影響はないぜ。何より原作だと、消失の次の巻に収録されている話だしな。え、後出しの伏線っておかしくない？一応、消失、発売前に雑誌に載っているから、時系列上、おかしくはないぜ。なるほどね。では最後にエンドレス8が炎上した理由をまとめるぜ。一つ目に同じような話を8回も見せられたこと。二つ目に、そのせいで、消失、が地上波で見られなかったこと。三つ目に、それもこれも、消失、を映画でやることを決めたせいかもしれないこと。さて、これでエンドレス8事件で語りたいことは全て語り終えたぜ。記憶を頼りに話しているから、間違ってたらごめんな。最後まで見てくれてありがとだぜ。ありがとね。内容に納得がいったらチャンネル登録ボタンを押してくれよな。高評価も待ってるわ。それじゃ、まったねー。